全福寺川は、東京都を流れる荒川水系神田川支流の一級河川である。小木久保駅の近くに指定内容は、以下の通り、杉並区の全福寺公園内にある、全福寺池に源を発する。全福寺池の水源とされる、地の岩はさらに 0.8km 上流にあり、杉並区が設置した案内表示では、源流からの距離を用いている。杉並区を、 北西から南東に貫くように流れ、中野区の地下鉄丸の内線中野富士見町駅付近で、神田川に合流する住宅地の定地を流れる河川であり、古くから氾濫する川として知られる。2005年9月4日に発生した集中豪雨では、下井草観測所で、時間最大 112mmH、総雨量 263mm を記録する。 想定貯流量を超える雨が川へ流れ込み、新宿区、中野区、杉並区で浸水家屋3000戸以上となる浸水被害が発生し、内前福寺流域は床上浸水1024棟、床下浸水635棟となっている。水害対策として昭和50年代に第6まで整備された和田堀公園調節地を2021年度完成予定で、 大幅拡充工事中のほか、神田川、環状7号線地下調節地へ接続するための全福寺川主水施設が設けられている。このほか、下流域は各所に水位計と警戒水位で自動発放する防災警報、遠隔監視用のカメラが設置され、土納や土納用の土砂が常備されている。ほぼ全域で河川沿いに両岸で緑道が整備されているが、 公園部以外では、福音1メートル未満と非常に狭い部分が多く、通行時のすれ違いや自転車での走行には注意が必要。下流域のほとんどは川沿いに整備された都立全幅寺川緑地と都立和田堀公園の中を流れる。都市化とともに水量が激減し、昭和50年頃から上流部にはほとんど水が流れていなかった。1989年、 都の清流復活事業により、千川上水へ通されていた下水高度処理水を、千川上水の海峡部が終了する関町一丁目交差点から、全福寺池からの流出地点にあたる美の山橋の田元へ送水し、有効活用を図った。これにより、水量が真冬の活水域でも確保されたため魚類の繁殖が可能となり、小鴨や日どり鴨、小鷺といった水鳥に加え、 川瀬見も見られるようになった。全国寺川緑地沿いの大宮八幡宮付近からは、祭祀以降とされる大宮遺跡が出土している。周辺には、8000年前から集落が形成されていたと考えられている。中近世には、農地が発達して人口も拡大したとみられ、例えば、天保の基金を契機に整備された、天保、ニーボリー用水は、大正時代まで運用されている。 その大正時代には、流域の高台が、富士山を望む、継承地とされて、別荘や高級住宅の建築が進み、中でも、この絵文み丸の敵外装は、昭和初期に至る日本史の要所に顔を出す。昭和初期、小木久保在住だった、伊武瀬マスジは、著作、小木久保風土記で、当時の全幅寺川流域の光景を記している。それによれば、川で釣りや水遊び、 選択がなされ、アユが釣れるかと期待したという。戦後は、流域の河川整備と低湿地の埋め立てが進められ、公園や緑地が設けられた。周辺の農地は宅地化され、近郊住宅地となった。例えば、五日市街道の尾崎橋周辺は、尾崎の七曲りと呼ばれる旧街道の難所だったが、1922年の河川改修で整備され、周辺の尾崎田んぼは、 全福寺川緑地となった。これ以前の稼働は、現在の小木久第二児童遊園から、小木久団地をぐり、田畑神社西を南下する道路で、1936年の空中写真には、流路が写っている。1959年、杉並区内の全福寺川で、BOAC の客室乗務員が遺体で発見された事件があり、後に、松本清張の作品、 黒い福音のモデルとなった、東京都杉並区中野区もっとも、この場所は、合流式下水道本館の雨水はけ口でもある。有水の説明看板がある目の前の施設は、下水道の水位を監視する設備。1965年3月24日、河川法大市場第一項の水系及び一級河川を、指定する清霊伊勢橋、96家村分三口。 平成19年度杉並区環境白書本編16ページ2008年杉並区菅原健次、川の地図辞典江戸、東京23区編の使用2007年 ISBN 978から4から90万2695から04から5ありがとうございます